皆さんこんにちは、Bレジェンド梶谷でございます。本日はですね、久しぶりに出張に来ておりまして、今日はどこに来ているかというとですね、皆さんこの絵をですね、どっかで見たことあるんじゃないかなと思うんですが、じゃーん、この人ね、見たことありますよね。サヤマンとですね、長らく会ってないんで、ちょっと久しぶりにね、会ってみこようかなと考えております。では、フィットプレイスさん神田店に潜入したいと思います。到着いたしました。こんな感じですね。入り口から綺麗です。では早速中入ってみたいと思います。お、出迎えてくれてますね。サイヤマンが。ありがとうございます。いやー、ご無沙汰しております。ありがとうございます。すいません。ちょっと、片手で申し訳ございません。ちょっと中入らせていただいて、ちょっと扉閉めてきますね。ちょっと今日、お土産持ってきました。サイヤマンといえば、はい、これかなと思って。ああ、ありがとうございます。ちょっと、はい、うちの商品じゃないんですが、やっぱり田山といえば、はい、ビールかなと思ったんで。ありがとうございます。はい。あとですね、はい、もう一つこちらもちょっとご用意させてもらったんですけれども、はい、こちらがうちの商品なんですけど大丈夫ですかね。はいはい。大丈夫ですけど。ありがとうございます。はい。以前ですね、田山のね、パッケージの商品があったんですが、田山、はい、のパッケージなかったんで、ちょっと今日は鬼レモン風味。背中に鬼レモン風味を。ありがとうございます。はい。いただきます。懐かしいですね。ちょっとまあこの後いろいろお話を聞かせていただくのと、ちょっとジムの方ね、はい、ご紹介させていただければと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。ではですね、さやまに、はい、ご自身のですね、神田店、はい、紹介していただきたいと思います。売りをですね、ちょっとご紹介いただければ。売りはもうでもやっぱり僕が今まで使ってきたマシンで良かったものを入れてるんですよ。はい、なので多分24時間ジムではあんまりないようなマシン。はい、まあ、ハンマーとかはこのプライムとか、はいはい、サイレックスとか、うん、これはなかなか24ジムにはないと思うんですよ。いいですね。まあ、今回僕は本当に、まあ、無理を言って作りさせてもらったマシンなんですよ。うんうん、であとは、まあ、プレート、はい、これも僕のこだわりというか、はい、ぜひそのリバーのプレートにしたんで、ね、音が鳴る方ですね。あ、そうです、そうです。ラバーじゃなくて、あえてこの音が鳴ってるジムが僕は好きで、たぶん別のイバンコのプレート統一して24時間ジムって聞いたことないなと思ったし、普通だったらラバーなんですけど、まあ、ちょっと今回はちょっとテンションの上がった方がいいかなっていうので、これにしました。確かに、はい、フリーウェイトとか、特にスクワットとかベンチプレスやるときに、ちょっとこうプレート、あ、そうです、プレートジーンがね、入れたりするとカチャンとすると、こうもうちょっとランナーアップしてないのに、カタカタっていうのが、それがやっぱり個人的に欲しくて、はい、あとまあそういうのをまあ会員さんもやっぱりモチベーション上がるかなと思って入れました。確かにね、はい、あとやっぱベンチ代も、まあ、バーがこんだけあるんで、うん、ベンチ代もあんまり営業チームってないところもあるんですよ、ベンチ専用のやつが、はい、でも、まあ、これはもうゴールドシップに置いてあるベンチで僕が好きな好きなやつなんですよ。そのこの調整がすごいできて、これはどこのやつ？これシンクスの、シンクスさんのシンクスさんのベンチです。へー。40でこれ置いてあるとかってあんまり結構ゴールドさんしか、あ、ゴールドさん、そうですね、なんかまあ個人ジムで、ね、好きな人の、はい、パワーラックとか爪が長かったりするんですよ、うん、爪が長くてラックアップするときにちょっといや、しんどいなって言ってたやつ、はい、これはもうちゃんとベンチプレス用に作られてるやつなんで、簡単にレッドアップできたりとか、やっぱ細かく設定が、そうですね、あのピンでやっぱり上げ下げできる、あれ楽でいい。あのサイレンスのハックスクワットね、これもう最後のタップだよね。最後のハックスクワットもう製造されてないんで、あ、そうなの、これも出していきたいですね。はい、いや、これは動画でよく見てますよ。これがやっぱり一番いいじゃないですか。うんうん、でかいね。かっこいいね。かっこいいですよ。単純にかっこいいよね。これすごいいいですよ。だからこの、うん、サイベックス角度がやっぱりこの角度が結構きついんですけど、はい、これがふわふわなんですよ。ドバッドバッ。僕が今家にあるノーチュラス の、うん、あのハックって、うん、このパッドが硬すぎて、ね、やっぱりやるだけですごい首が痛くなったりするんですけど、これはそんなことないです。
それはもうやっぱり木澤さんとか豆田君の足を作ったマシン。なるほどね。木澤さんの、はい、ね、やってるマシンなんて思ったの。そうか。まあ、あのでかい足が。いや、そうですよ。それと、また個人的に入れさせてもらったこれ、もう、チラシからできたっていうのが、あとは、マスルハウスの動物さんのジムにもある。まあ、これ家庭用の人、動物さんのところにもこれあるの。これの初期型ですね。これも、これバーテックの。はい。まあ、本当に家庭用なんですけど、うん、そうね。2000メートルぐらいです。うんうんうん。これ1回行ったんです。あ、これも実物で初めて見た。あ、本当ですか。うん。あ、カタログでは見たことある。はい。これも、勝手に置きました。まあ、でも安全ですね。あ、そうですね。はい、やっぱり体、腰も含め、バランス崩れないし。初心者だと思う。そうですね。女性とかでもね。女性とかでもね。言ったら、本当に全部こだわった。そうなんです。これ、こだわりすぎて、僕が筋トレできない期間が2ヶ月だと、はい。すごい大変でした。こだわりすぎて。まあ、あとは、あれですね。こだわりすぎて、これ、ブールの、ほう。この、ターン台とかは、これ、こだわりっていうか、もう、すごい、あ、これいいな。これ9段階出てきて、これは非常にめちゃくちゃいいです。で、あとは。こんなとこ調整できるのってあるの？初めて見た。あ、本当だ。ある？調整できないやつも結構あります。うん。調整できないんですか？見たことない。あとはここも動くんですよ。はいはい、これは僕が今まで使ったのが、はい、カール台で一番いいです。なるほどね。はい。というのと、まあ、これは、こだわりではないですけど。そうそう。これでしょう。これですね。これでしょう。これはもう見たかったな。はい。ヒマンコ。実物見たらめちゃくちゃでかいね。これでかい。こんなでかい。これ今、おもちゃみたいだね。作品が、22回。はい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 。はい、これ僕はあのパワーグリップを使ってようやく1回。ね、まあ、多分練習して3回ぐらいいけそうな。それでもそれぐらいなんで。普通に持つのができないよね。僕も持てないです。持ってこれないです。みんなすごいよな。いや、結構すごいですよ。鈴木さんなんかは、はい、ベンチプレスの世界チャンピオン。はいはいはい。長谷川さんも世界チャンピオン。はいはい。ちょっと、やっぱり100キロ級の体重だと100キロオーバーの人が、うん、ずらっと。ハルクもでかいからね。ハルクもでかいですね。100、なんか2、30ぐらい。130ぐらい。確か、うん。それはあるよね。ダンベルもラバーと鉄のやつで。はい。これ高いんですけど、うん、どうせだったら、かっこいい方がいいなと思って。このジムは、フィットプレイスっていう名前ですけど、うんうん、フィットプレイスっていう名前のだけです。まあ、一応、その、そうですね。なんか、まあ、そんな感じで、はい、ベンチとかもこれ、全部、ゴールドジムで採用されて、シンプルってやつも、そうか。そういうことやっぱり、マシンとかも本当統一されてるのか。他のとか統一されてます。で、なんか、まあ、勝手に言うとは分からないけど、あの一部、はい、あの思うようにさせてもらって、一部とかだいぶ全部が、ほぼやっぱり、このベンチ使ってると、このベンチのこの幅がずっとここで統一されてて、ほう、ものによってここがこうなってる、あるんだ、あるんですか、っていうことなので、あんまり好きじゃなかったですね。なるほど、ね。ここがひどかったりとかすると、はい、ちょっと出っ張ってたりして、腰上がったりとか。このストレート、このストレートのこの感じが、うん、やっぱりダンベルのこのプローバーやった時に、はいはいはい、ここが出っ張ってるのここしか使えないんだ、確かに確かに、っていうこだわりとかも、なるほど、あって全部これ採用して、なるほどね。僕が本当に入隊したいジムを作ったんで、サイマンが入隊したい、入隊したいチームだったんですけど、まあ、ありがたいことにあのお客さんがたくさん増えたんで、ここまでのクオリティは無理ですけど、僕はのんびりできる場所を作りたいと思って、今、家を人化計画して、家を丸々全部こう、一軒家を上からしてもらって、一軒家を一部屋じゃなくて、今、二部屋ジムなんですけど、全部ジムにしようかな、うんうん、のんびりにしようかな。のんびり筋トレだから、もうずっと筋トレだから、ちょっとはい、一日中どこにでもウェイトのことを、ウェイト見ながら、ウェイト見ながら、ダンベル見ながら、はい、まあ、ある意味、トレーニングにはもう夢の家ですね、もうちょっとドリームハウスかなと思います。最後のドリームハウスに行くことはなかなか難しいかもしれないんですが、フィットプレイス3点はですね、
はい、まさにこの狭山の思いがですね、こもったマシンの数々をですね、ぜひ皆さん、ご来場いただければと思います。はい、ありがとうございます。